六角箱の蓋を折ります。正方形の折り紙を半分に切ったこの大きさの折り紙を6枚用意します。底と同じ柄にしようと思いますので、無地の緑が3枚、花柄を3枚用意します。蓋をの折り方です。まず、長四角に半分に折ります。開き、切った方を下に来るように置いて折っていきます。そうすると、この切ってない、ハサミの入れていない綺麗な辺が上に来るので、出来上がりが綺麗になります。ここの頂点がこの線上に来るように、そしてここの上ね、上に来るように、そしてこの点の頂点のところがこう、ちょうどこう、まっすぐになる場所を探し、折ります。そして、こちら側に向きを変えて、この辺とこの辺がくっつくように、このように折ります。ギュッと折ります。そして、ひっくり返して、この形に置きます。ここ、この先のところを指で、ちょっとこう、印をつけて、まっすぐ折ります。一度開き、折り筋をつけたところに向けて、このように、ります。そして一度開き、この頂点がこのここに来るようにこのように折ります。このままだと折りにくいので逆さまに向けます。そしてこの点がここに来るようにこう合わせます。で、この人差し指でギュッと押さえ、ここがくちゃっとならないように注意しながら折ります。こちらもこういう風にしながらギュッと折ります。一度開きます。そして反転させて、最初に折ったこちらではなく、こちらですね。ここの線、点に合わせた線のところを折ります。そして、ここの折り筋に向けて、このように折ります。そして、一度この三角をこちらへ倒し、こう向けます。そして、倒したここ。ここに合わせてこう折ります。これで蓋のパーツの折り方終わりです。これを同じものを6個作ってください。今回は無地が3つ。花柄が3つです。合計6個です。では、組み立てていきます。これも底と時と同じように交互につなげていきます。で、またテープのりを用意してください。底の時と同じようにこの部分、こちらの部分をつなげる方のこの手前の袋のところにこう差し込みます。で、外れやすいのでテープのりで固定します。ここに少しだけ塗ります。
ですね。ここの線が合うように折ってください。最後の部分は一番最初のこの手前の部分に差し込みつなげてください。こういう感じです。下の部分のこの部分を組み立てていきます。一度外へ開きます。どこから折り始めても大丈夫です。1番目このように倒します。そして次は倒した部分の左側を倒します。この時最初の頂点がここに引っつくように、2番目の頂点がここに届くようなイメージで折っていきます。左へ左へ折っていきます。3番目でもここです。頂点ここです。4番目まではそのまま折っていってください。5番目は1番目折ったところの下へ通します。6番目も1番目に折った部分の下へ通します。こういう感じです。もう一度折ります。1番目、左へ行きます。2番目、3番目、4番目まではそのまま倒してください。5番目はこの1番目のこれの下に入れます。6番目も1番目の下へ入れます。ですね。こうなります。で、最後の仕上げに行きます。底の時と同じように、この線からはみ出ているこの部分を、この線の向こう側へ折り入れていきます。この時、この中心と裏側の中心をこういう感じで支えて折ると折りやすいです。いきます。こうですね。くるっと向きを変え、この線から出ているこの部分をこう折ります。こういう感じです。くるっと向きを変え、同じように 1,2,3,4 つ残っているので折っていきます。最後がここが開きにくいので注意してください。これで蓋の完成です。底の部分と
こういうふうに合わせて六角箱の完成です。これはこの色を合わせても可愛いですし、一つずらしても可愛いです。全く同じ色紙で折っても可愛いです。パターン1の蓋の折り方の説明でした。最後まで見ていただいてありがとうございました。